でこちら白川司さんのですが靴沢良二さんのおツイートを紹介されています公約も賛同できるがご自身の戸籍まで公開する政治への情熱が素晴らしいと感じる候補者と日本改革党代表の元豊島区議靴沢良二さんをこのように紹介されていらっしゃいますねでこちらあ平井浩二さんなんですが文科省はこの動画を隔目してみよう 風俗街での貧困調査と天下り先しか頭にない連中が、我は監督官庁でございと偉そうな顔をして、天下り先確保のために外国人に税金由来の金をばらまく、首相は留学生は国の宝を言い放つ。その陰で日本人の学生が泣いている。岸田さん、この動画を制止できるかというふうに言われています。玉木さんのこちらのツイートですね。これ私も動画拝見して、なんかこう胸にくるものがありました。 ある演説会場に来てくれた一人の大学生のエピソードを聞いてほしい。だからこそ私たち国民民主党は教育国債の発行で教育や科学技術の予算など人への投資を倍増させることを訴えています。学びを諦めざるを得ない若者を作らない政策が今すぐ必要ですというふうに言われています。ぜひこちらの玉木代表の動画をご覧いただけたらと思います。でこちらここから自民党関連ちょっと触れたいんですが林氏食料危機はロシアに責任というような あ、ことをおっしゃったようですね。G20 会合で秩序維持主張へというふうに言われていたり、またこちら、渡辺哲也さんですが、こあ、こ,こから先って <laughs>、ね、この二つ、岸田首相、この動画を阻止できるかっていうふうに、平井さんがおっしゃってたので、この二つ自民党関連と思って紹介させていただきました。で、こちら、経済関連ですが、渡辺哲也さんのツイートです。ソフトバンクグループファンド、4月から6月価値は1兆円超減少化アナリストというふうに言われてまして、ソフトバンクグループがかなり、 大きな動きがあったようですね。で、こちら。シャインマスカットの四国流出、年100億円の損失と、農水省資産というふうに言われています。米国は類似の事態において、被害相当額の報復関税を課すんですよね。というふうに説明しておられますね。で、えー、こちらですね。G20 外相会合、中間との個別会談見送り、ネットの反応、レッドチームとは着々と疎遠になっているね。 林さんが外省の間はしなくていいんじゃないか。警告と会談なんかしたら何発表されるか分かったもんじゃねえからなというふうに言われていますね。で、こちら。あー次世代型原子炉福井れ。県経団連、N 町に提言というふうに言われていまして、福井県がこのように次世代型原子炉について、えー、福井でというふうに提言されているようですね。で、こちら。 原発と天然ガスは地球温暖化対策に貢献するグリーンな経済活動ですね。経済活動。法案。EU、欧州議会で承認。ネットの反応。ほんとご都合主義だよね。欧州って。石炭、石油、火力もグリーンでいいのでは。日本は森を切り崩してソーラーパネル。グリーンなわけねえだろう。というふうにコメントされていますね。で、こちら。ビル・ゲイツさん、再エネを笑う。2。あ、1の方から見ておきましょう。1はこちらですね。ビル・ゲイツさん、再エネを笑う。 東京には270万人いて台風は毎年3日来る。3日間の必要電力は220ギガワットアワーだが、その電力を供給する太陽光の蓄電技術などがない、などないと。で、えー、こちら、金融関係者が CO2 排出量で企業を評価するというと、魔法のように突然 CO2 が排出されなくなるらしいというふうなことも言われているようですね。はい、ご興味ある方、ぜひこちらの記事ご覧いただけたらと思いますね。こちらと合わせてですね。 で、こちら、あこちら、ある方のサブアカではないかというふうな疑惑が言われている方のアカウントなんですが、あこちらの前衆議院議員の大西さんという方のツイートを紹介されて、上海電力問題、そんな問題あるの大阪の問題ということは行政課題やね。それは大変なことだ。な。大阪一区の自民党の元大議事が言ってるんだから間違いではなさそうやな。次の選挙どうするつもりなんだろうな。まあ楽しみやわ。上海電力大西参戦。 大阪一区の有権者の方はお忘れないようというふうに言われていますねで続きましてこちらおあここから選挙関連ですね太田光さん前回選挙特番の炎上は落ち込んでいた 変われって言われてる気がして、今回は敬語使いたいというふうなことを言われてますね。前回いろんな炎上しましされましたが、今回は敬語使いたいというふうにおっしゃっているようですね。これも、ここも注目点だなと思っております。で、こちら、渡辺哲也さんなんですが、ネット投票が導入されれば、左派リベラルが躍進するという夢を見ている方がいるようですが、2021年の総選挙、 出口調査の結果からすれば若年層が多い自民党に有利になりネットの不慣れな高齢者に支えられる立憲・共産が壊滅的ダメージ組織票の公明も厳しくなる結果左派リベラルが壊滅しますというふうに言われていますね。 なるほどと思いました。で、こちら、石木正春さんなんですが、我が国においてスパイ防止法を作ることができないのは、スパイが国政に関わっているからだと思う。人間誰しも自分を取り締まる法律などを作りたくないでしょう。これはいわゆる国連が侵略国を罰することができず、紛争を止めることができないのと同じ理屈。せめて今回の選挙ではスパイが当選しないことを祈るというように、えー、大変。 本質的でこちら参院選情勢1人区は7県で接戦優勢は自民22野党3というふうに言われています共同通信社が2位から5に実施した5日2から5日に実施した参院選の終盤情勢に関する電話調査によると全国32の改選1人区のうち22選挙区で自民党が優勢となっている野党側のリードは青森山形沖縄の3県にとどまり東北と 甲信越などの7県では与野党が接戦を展開している。岸田首相は6日、1人区の青森、秋田両県に入り支持を訴えた。立憲民主党の泉代表らも最終,最終盤、選挙区を重点的に回る方針で上積みに懸命だ。改善複数区を含めて選挙区の投票先は未定との回答が39.6%あり、10日の投開票までに情勢が変わる可能性もある。有限者がいる世帯8万444件のうち、 4万3,766人から回答を得たというふうにおっしゃっていますね。でこちらカルタさんが先ほどの件を紹介されて最新電話調査で全国32の1人区で自民が22で遊勢と共同野党リードは青森山形沖縄のみだそうだ軍事力より外交力一辺倒のお花畑立憲や共産に支持が集まるはずもなく改憲勢力3分の2超は確実岸田政権でも勝てるほどの 立教の情けなさ。選挙後は、会見が政局の中心にというふうに言われていますね。選挙後のことも見据えてらっしゃいますね。こちら、勇敢富士さんですね。ザクザクですか。ザクザクさんの記事なんですが、最新、政党別議席予想で暗雲、堅調な事項に対し、立民の一人負けか、会見派合計177議席に、選挙プランナー松田氏が分析というふうに言われていまして、えー 民主党の泉代表の左派野党の苦戦が目立つというふうに言われていますね。検事事故に対し、立民の一人負けという選挙になりかねないという,いうように言われているということみたいですね。立民の一人負けというふうに言われていますね。で、こちら、唐田さんのツイートなんですが、参院比例自民党の山田宏氏が当落戦場で危機事態。 という情報が昨日あたりから流れている。他の保守派候補と異なり危機と確かに自民は岩盤支持層が岸田政権から離れそのしわ寄せが山田氏のような保守現実派に来ているとの政治記者の分析も日本に絶対必要な山田博士の軌跡は何としても死守をというふうに呼びかけておられますね。こちら安倍晋三元首相三原淳子候補の恥を知りなさいの名台詞は野党にとっては悪夢でしょうネットの反応恥を知るおつむがあるなら 民主党をやってないいとと思うのというふうののふにネットの反応はあてます、ね、でこちらあ,ある方のサブアカと噂になっている方のツイートなんですが松川瑠衣さんのツイートを紹介されて「ザ・自民党の選挙前の引き締めこの人は定数4の大阪選挙区で与党・自民党の候補者1人しか候補者いないからトップ当選が当然トップ当選できない限り大阪自民党に力なしトップ取るために問題ないことや自分たちの法整備の 不作為を叫ぶ楽しみやねというふうにえー松川るいさんが上海電力について話しておられることツイートを紹介されてこのようにおっしゃっていますねでこちらここから小野田公議員のことをちょっと触れたいと思います主戦場は岡山地元 S 会が野党系支援に回り保守に火をつける著名人インフルエンサーらがこぞって小野田支援を表明ネット絶対に負けるわけにはいかないというふうに言われていますねフィフィさん もうこのように紹介されたり、カ田さん、加藤さん、ああそして橋本さん、あ石木正隆さん、ああ海拉ぎさん。 えー、いろんな方々が紹介されているというように言われていますねで、ざっと見ておきたいと思うんですがこちらかいらげさんこのようにおっしゃっています裕福ではない母子家庭育ちで1歳から日本で育ちながらハーフであることでいじめもあった小野田議員そんな困難を乗り越え日本と結婚したんです生涯日本に尽くしますとまで言ってくれる政治家にこれほどの本気を見せられる議員がどれほどいるだろうか今度は我々日本人が 彼女を守る日本と結婚したんですってしびれましたねこの言葉は本当にこちら平井光さんなんですが公明党の推薦を断った小野田紀美自民党候補に対し公明党 S 会が落選運動を行っているらしい自民党はこの一時をもって公明党と連立を解消せよ自民の候補者つまり身内へ落選運動をされることは明らかな敵対行為連立する政党がすることではない党のプライドをかけ毅然とした態度を取れ S 会の票を頼りにするなら公明党から立候補するのが筋だ。なので自民党から立候補するというふうに言われています。で続きまして、こちら MI2 さんなんですが、公明党推薦拒否、岡山選挙区、自民現職の小野田君は全国で唯一公明推薦を事実上拒んだ。S 会からは連日のように対立候補、黒田陣営に連絡がある。公明党、今回も小野田を簡単に勝たせれば、公明は不要との論調が詰まりかねない。 頑張れ岡山のジャンヌダルクというふうに声をかけてられますでこちらカルタさんなんですがあさっきこちら読んでいきましょうか対 S 界戦争の象徴となった岡山選挙区高橋さないしに続き明日は 安倍晋三元首相も岡山入りだそうだ私のもとにも岡山 S 会が対抗の野党候補を支援することに怒りの情報が次々入ってきている。思い通りにならない議員は自民党でも潰せとの体質に反発した新年の人、小野田君氏に最後まで応援をというツイートをさらに引用されて、岡山での対、 S S 戦争の自民小野田公氏の勝利がなぜ重要なのかそれは反 S イ票の大きさを示すことになるからだ自民議員と話すと二言目にはそれでも S イ票が欲しいというだが彼らは分かっていないその代わりそれに倍する反 S イ票が入ること小野田公氏がそれを証明するか注目というふうに言われていますねでこちらああ失礼しましたこちらですね こちらのツイーを先に読んでいきましょう。注目の岡山選挙区で新年の人、自民、小野田公氏が奮戦。岡山 S 会が対抗の野党候補を支援する中、怒りの選挙戦。岡山を取材すると、小野田陣営の気迫が野党 S 会連合軍を徐々に圧倒し始めたと、もはや自公時代ではない。維新や国民、参政党ら現実政党と政策ごとの連携時代。 憲法改正待ったなしというふうなことをさらに引用ツイートされて今日も岡山から情報が来ている、えー、今日の夕方ねもうすでに終わっている感じですかね安倍晋三元首相の岡山に来られた件で自民小野田君陣営はますます盛り上がっているそうだ S 会関係者は岡山には S 会票が10万あると豪語していたがあるわけがないことを小野田君氏が証明するだろうそれどころか彼女が前回得票を上回れば S 反 S 会票の凄さが証明されるというふうに言葉をかけ取られますね。岡山は注目ですよね。で、こちら、山口紀之さんもこのように小野田公事務所の Facebook 投稿を紹介されていますね。自力で戦う小野田公。彼女が今回の選挙で何票を取るかで参院選後の永田町の景色が変わりますと、山口紀之さんがね、おっしゃっているというのが、ね、大変。 重要なことだなと思っておりますね今回の選挙で何票を取るかで参院選後の長田町の景色が変わりますで、当選してそして何票を取るかで長田町の景色長田町がどんな風になるのかっていうのが変わっていくということなんですね本当この岡山の小野田君さん頑張っていただきたいなという風に思いますねというわけでここから先は メンバーシップとプレミアムメンバーシップ両方の皆さんに向けてのコンテンツとなります。ここ先は一般公開で扱いにくいような情報も扱いたいと思っております。続きは動画概要欄からご視聴ください。え一般視聴者様はここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいのですが、本日は以上です。本日も22時から長尾さん、吉田さんの Twitter 探偵団アーカイブが残っておりますので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。追伸最後はやっぱり 癒し系動画で終わりたいいと思います本日はこちら日頃の疲れをマッサージで癒してくれる猫さんというふうに言われていますね見てみましょう <music> はいというわけでいかがでしょうかこのふにふにしてほしいですねはい私もふにふにしてほしいです肩とか体とかふにふにしてほしいなと思いますねもう一つ見ていきましょうこちら 動くぬいぐるみを初めて目にした子猫の反応かわいすぎるというふうに言われていますね見てみましょうはいというわけでいかがでしょうかもう子猫さんはもう安定してかわいですよね、はい、今日もいろいろありますが癒されながら眠っていただけたらなというふうに思いますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた